なんかのプレゼントオンラインにね。久志様のことが書いてましたね。はい,はい、はい、夏休みの過ごし方っていうことで。まあ受験生とは思えないってことですね。まあ、本当に難関大学を狙ってる受験生とは思えないぐらいまあ、リラックスしてるというか余裕ですよね。そうですね。まあ、東京大学をね。目指してるっていう形で言われてますけども、も、うん、まあそういったね。受験勉強とかもまあ感じられないし。はい、でまあ週刊新潮の方では久志様のことを東大合格はね。ほぼまあ間違いないってことで保育してるわけですね。まあ論文の実績もあるし、合格すると。 そうですねただまあ逆にね「週刊文春」に関しては久々が通う筑波大学高校で毎年ね20人ほどが東京大学に入りますけども<お>残念ながらね久々の成績に関してはその中でも異例で授業についていくのも難しいと、まあ、関係者の言葉が紹介されてるわけですねま落ちこぼれ状態みたいな書き方ですねそうですねまあ週刊文春と週刊新潮が全く違う見解を出したわけですけども、うん、まあ身長に関しては東大にねい、まあ、けるだろうっていう根拠の一つとして挙げてるのが「 松下様がね、まあ受験生とは思えない余裕の夏休みを過ごしていることですね。まあ確かに普通に夏休みを満喫しているかのように見えますからね。そうですね。まあ、岐阜の総分祭でもね、一泊二日で出席して秋の委員会にも出席すると言われているね。松下様に関してはこの東大農学部を推薦で目指していると言われているわけですね。まあまるでなんか推薦入試なら確定で合格するって決まっているかのようなまあ動きですよね。そうですね。うん、まあ一番の難関はね、共通テストということで、ただまあ大学の 受験塾の基本部によったら過去にね東大の学校推薦に合格したケースでは共通テストの成績よりも提出した書類とかね面接の方が重要視をされてる傾向とかですねあまあ書類や面接の方が重要視されてるっていうてもねテストの点が悪すぎたら基本はダメなはずですけどまあ久子さまの場合は特別に共通テストの成績どんな点でも大丈夫なんですかね、まあ、これも8割いかなくてもね うん、いいと言いたいんでしょうけども久、うん、しさまに関してはね1割、まあ、が、ね、あるかどうかって感じがまあするし <laughs> でも久しさまにとってね推薦に関しては実にね、まあ、おつらい向きのニュースってことでおあつらい向きのニュースそのね理由がこの久しさまはあ、昨年11月に赤坂豪子の、ね、トンボの生態をまとめた論文をねもともとスペシャリストの清志卓らと書いてヒットしたになったわけですねしかもね今年かから京都で開かれる 国際昆虫会議でもね、皇居のトンボ調査の研究をポスター形式で発表するわけですね。あまあ、普通の高校生ではできないことをひたもやってるから、推薦入試には有利やっていうことなんですかね。まあ一流の学者とのね、まあ、ロムシピとか国際学会への参加ってことで、うん、まあ一般のね、高校生には、えんといってことで、それはね、いとも簡単にできるといことですねあ、まあ。成し遂げてるっていうか、まあ、周りが用意してるんでしょうけどねねそうし、ねまあ、しかももこのの学校校推薦型入試に関しても高校のね。 先生の評価が加味されるけども、久々<う>様に関してはね、まあ、そういう立場なんで高校側はまあいい点数をね上げるしかないわけですね。ええー、学校側も忖度するしかないと。そうですね。まあ高校側もね大学側に関しても当然まあ久々様が希望したら不合格にすることは、まあ、難しいんちゃうかとですね。うーん、だからもうできれすいするってことですね。まあただまあその週間進捗としてはね、夏休みの過ごし方に関しては大学受験も推薦で。 楽勝って感じでね、うん、で秋の英会に関しても参加とあいう形でね、ゆとりある過ごし方を含めて、ほぼね、東大農学部への推薦入学が決まったのも同然ということで、見てるわけですねあ、まあ、そういうゆとりがあるっていうのはね、逆に勉強が進んでて、もうする必要もなくバッチリとかなら分かるんですけど、なんか、出来レースでのんびりしてるんならちょっとおかしい話ですけどね。 そしてまあその文書に関してはね率直に申し上げて異例の成績と報じてるわけですねはいはい異例の成績ってなかなか言わない表現ですけどまあ何がどう異例なのか気になるんですよね悪い方でね異例ってことなんであ<ー>まあだいぶしたなんですよね <laughs> はいはいはい、うんまあ、残念ながらねとてもまあ東大に合格するレベルじゃないってことで言って,て、ね、<ー>まあこの筑波高校の関係者から衝撃的な証言として、うん、実はこの高校側に関してはねひざ様の頭を悩ませていてことで まあ差し当たりにね問題に関しては学業成績についてですけども、伊佐知さんは率直に申し上げて異例の成績と訴えたわけですね、うん、高校側が頭を悩ましてるぐらいですから、まあ、よっぽど低いんですね。まあ、そうですね。うん、まあ一応、生物を除いてはっていう表現を使ってますけども、生物もねちょっとまあ怪しいですけども、うん、でまあ文系科目も、理数系科目に関しても成績がね伸び悩んでるということで書いててはい、はい、まあ、伸び悩んでるっていうどころか、異例なほどできないですもんね、もう。まあそうですねう <laughs> まあ、理解力は測るテストの点数とかがよくないと聞いてるってこと、ね、はいはこ、い、と、まあね筑波高校ではこの平均点も非公開で順位もね明かさないから同級生でも久様の成績を知る生徒は限られてるわけですねおそうなるとほとんど成績がどうなのか本人しか知らないぐらいですかね、まあ、普通にね学校来ておったら分かるんでしょうけども来てはい、はい、ないでしょうからねあそういうことでもこの成績だったらね、まあ、授業についていくのは難しくて、うん、ご本人も苦しい気持ちを抱えてるんじゃないかったですね んでも本人は何かいたって悩んでない感じで、ね、夏休み過ごしてますけどねまあそうですね <laughs> うんまあつまりとてもね、まあ、東大農学部の推薦入学に筑く不幸として推すレベルではないと思いますねはいはいまあ頼むからね、まあ、やめてくれって感じの内部告発にね見えますけどね <laughs> 内部告発あるぐらいやったらかなり深刻ですねまあそうですね筑福、うん、の教授と決めつけるとね犯人、まあ、探しになっちゃうんで一番<ー>関係者って感じで紹介したんでしょうけどねあなるほどね でまあ、文章ね6月6日号では筑波大付属高校に通って平瀬様と同級生で彼のことをひー君と呼ぶ男性と A 君のコメントを紹介してるわけですねうんひー君って呼ぶぐらいからなんか仲いい友達な感じはしますけどねまあそうですね <laughs> でまあひー君と呼ぶ A 君に関してはひー君が東大の学校推薦に選ばれたとしても別にね驚きませんってことで言わしてるわけですねちゃんと実力ありますよとそうですね、まあ、さらにこの、ね、A 君に関しては筑布スタという本格的なね 学術研究の手法を学んで自分でね、うん、研究論文を書く授業での話を伸びてるわけですね、えー、そんな授業あるんですね自分で研究論文を書く授業みたいなまあその辺のレベルがねすでにすごいですけどね確かにねあんまないですもんねそんなそうですねまあこのつくスたでねヒ、えー君は確か発表された論文とは別のトンボの研究に取り組んでるってことでね、えーまあ、そういうことを発表したわけですね、うん、でも学内でもこの成果とかをプレゼンし合う発表会があるけども<お>誰のね 研究のレベルが高いかっていうのは聞いてたら分かるってことでおなるほどまあ彼の発表のレベルが高いのはみんなね分かったと思うってことで伸びてるわけですねうんまあ人前でね一人で喋れるのかとか言われてますけど、まあ、ちゃんとみんなの前でしっかりプレゼンできたんですねということになっているということで <laughs> ひーくんの知り合いの A 君は言ってますけどもただまあね, <laughs> ね誰が聞いてもすごいと分かるって感じで言ってる割には誰もね言ってたなことを褒めようとしないわけですね <laughs> 一人しかいないわけですね証言者が <laughs> なるほどねもっと証言者がいてもいいんだけども まあ一人ししかねね証言してくれないわけです一応まあ生物はねまだしも他の科目が成績がね悪いいうことで書いてるんで友、うん、の研究発表してるからそれはねいいっていう設定でしょうけどもお<ー>文章に関しても今回ね生物はまだしもっていう報じ方をしたからまあ以前にそういう形で報道してるかなってことでだったんかもしれませんけどねまあそれはね他の科目も最低限できないといけないでしょうからねねそうです、ね、まあこの、A、君もね。 で結構進学生でできた部下の可能性が濃厚ですけどねうんしかも架、ま、空、あの人物かもしれないですしねもしかしたらまあそうですねさすがにまあ文章,文章はね架空の人物は書かないでしょうけどもああ一応ね A 君はおるとまあ一応まあ取材はしてるんでしょうけども、まあ、A 君はおそらく、まあ、まあ部下かなって感じですけどね <laughs> はいはいはいなるほどねでまあその東大の、ね、推薦入学に関しては面接まで行ってもね共通テストは 一般の生徒と同じように受けなければいけなくて、うん、まあ8割が必要ってことで言われてるわけですねまあここがかなりハードル高いですよね8割ってそうですねでもね久しぶりに関しては一般入試に合格するほどの学力ともまあ伝わってきませんってことで、うん、これはね、まあ、福島県のの関係者の話が掲載してるわけですねはい、はいまあ、実際どうなんだろうって疑問持つまでもなくそんなに頭はまあよくないんでしょうけどねまあ関係者の話はそういう形でね紹介してて、うん、でまあその文春ではねノンフィクション作家の保坂正雅氏がね 天皇にね受験勉強は必要なくて、それらもね、久しさまに関してはもっとね、学ぶことがたくさんあるはずということで言っていてね、それらも大切なのは、天皇の役割を勉強することで、それはね、東大に入るよりもはるかに難しいこと,とですね。まあ確かに、天皇として学ぶことなんて、普通の勉強とはもう全然違うんでしょうからね。まあそうですね。うん、まあ穂坂氏はこの上皇ご夫妻と複数回面会して、昭和史関連の対話をね、重ねてきた人物ですね。ええー、まあすごい貴重な経験してきてると。まあ上皇様とね話をして 感じたのはねかつての天皇の名において行われた責任をどこまでね、まあ、自覚すればいいかということで並んでいてね、うん、まその最たる例が戦争の責任とか、ね、戦争の責任とか天皇としての苦悩ってはやっぱり一般人にはね早々もつかかないでですすらねねまあそうこうやってま天皇となった人物にしかね分かんない苦悩があるわけですけども、はい、だからまあ一般学生たちとね、まあ、受験競争をすることに貴重な時間を。 費やすべきではないということですね。うん。だからやっぱ、ひたすたまには違った道があるかもしれないと。そうですね。うん、あ、そのために、この受験勉強をしないようにね。しないでいいようにできる。学習院がね、あるわけですけどね。あ、なるほどね。まあ、それか、まあ、東大に入るくらいだったら。まあ、これまでの皇族たちがやってきたように。まあ、皇族同士が流れにね。進行がある。 イギリスの大学の留学とかね、<ー>そっちの方がほいいうが、ねはいはいまあ、学習院かイギリス留学か、まあ、そっちの方が皇族には向いてると。まあそうですね、うん、まあこの警備の問題がね、あるとしても、まあ、現天皇も皇太子時代にオックォードで、ね、2年4か月間まあ過ごしてるし、うん、まあ天皇陛下に関してはね、イギリス留学から帰国した後の記者会見でもね、まあ、自分でものを考えて、自分でね決定してから、そしてまあ自分でそれを皇太に移すといはことで、それがね、できるようになったのも、 あれですか、ね、留学中でしたかね、天皇陛下がエリザベス女王にお茶入れてもらったみたいな、直接そうですねあ、まあ。そうやってすごい貴重な経験もできたりするっていうのもまあすごいですけど、なんかでも天皇陛下も留学するまでは、周りがいろしてくれるから、自分で考えたり決定したりみたいな。 はあんまりできない環境ではあったってことなんですかね行ってからできるようになったってことはまあそうですねまあイギリス行ってもねなんかその洗濯とかでミスってねまあこの洗剤を、ね、入れすぎて泡だらけって感じでね<あ>なんかその泡がいろいろあふれたとかねそういうこともあったみたいですけどもこっちやったら知らないんか自分で洗濯はそうですね <laughs> なるほどまあそういう形でね確かにまあ久しさまに関しては全て親が決めてる感じがしますからね親のシートはレール走ってますね まあ本当にこの東京大学に行きたいのかっていうのもね分からないしな、うんでまあトンボの論文をまあ発表してるのにね、まあ、トンボの研究所がない東大を目指してるのかも分からないわけです,ね,ほんまですよね。だから実際は研究はどうでもよくて史上初の東大卒天皇っていう称号が欲しいだけかもしれないですね。まあそれがまあ久しさまが欲しいのか木越さんが欲しいのかが分からないわけですね。あが小学校の頃に 指摘旅行でね沖縄とか長崎とか広島とかに行って、大笠原諸島にもね行ったわけですけども、うん、まあこの戦争の傷跡に触れて、そうしたね平和教育に関しては、紀、まあ、子様まの移行と言われてるわけですね。あまあ、確かにもうすぐね、戦争を経験した世代の人が日本にはいなくなりますから、まあ、戦争の傷跡に触れるっていうのは、すごい意義深いことではあるんでしょうけど、そうですね、これはね、紀子様の移行なんですかねまあその証拠に、中学校以降はね、まあ、活動がないって感じですね。あなくなったんですね活動が あ今日に関してもね、アクション権に関しては誰も終戦の日ですけども、黙祷がないわけですね。ああ黙祷しないのはなんでなんでしょうね。まあ、なんででしょうね。してるけども発表しないのか、まうは分かんないですけども、もしね、してたとしても国民に発表すべき大事なことじゃないってことで、思ってるんでしょうけどね裏では実はやってますよみたいなことかもしれないと。あ後からそういう形で発表するかも分かんないけども、ただ、そういったね、発表することの方が、どっちかというとね、重要でしょうしねまあね。 まあ、上皇皇夫妻とか天皇ご一家に関しては毎回ね黙祷もされてますからねうん確かに確かにまあ8月2日に関してはね上皇様が皇太子時代に沖縄のね理解を含めるために豆記者と交流してきましたけども、はい、でそれがまあ天皇陛下に引き継がれて今はねアクション・ゴーに引き継がれましたけども、うん、まあその8月2日にあった豆記者との交流に日差しがいなかったわけですねああ前は同席してたのにねまあ5年前はね豆記者と交流って感じで、まあ、面会しましたけども、うん、今回は同席しないってことで、まあ、そもそもね アクションお子さんの子育ての間違いに関しては、マ、ま、子さんの結婚問題から浮き彫りになったわけですね。あれからね。まあ小室家の母親のね金銭、まあの問題が多くの週刊誌で取り上げられてね。うん、まあ国民の不信感を、まあ、不信感を買っているということで、うん、小室家が28ページのまあ弁明書をね、まあ、公開したけども、うん、多くの国民が疑問を抱く内容ということですね。<laughs> まああの弁明書28ページもあって長すぎて読む気がうせましたもんね。 まあそうですね、まあ、ほとんどまあ言い訳って感じで、ね、弁護士みたいな感じでね、まあ、責任は私にないって感じの文章でしたけどももちろん、このアンシャンさんに関してもね、まあ、これじゃだめってことで拒絶しましたけども、うん、それからね、まあ、その小室会と直接会ってから間違いを、ね、正す形でかけをさせることに関してはまあ迫らなかったわけですねまあ拒絶したのにその後何もしなかったっていうのはちょっと無責任かもしれないですねまあそうですねだからまあ傍観してから結局は両性の合意で結婚ね認めちゃったわけですね。は <laughs> はい、はい まあ、一番この皇族としては認めてないから、農産の業をせずに、眞子さんもね、両親の反対を仕し切って結婚して、ニューヨークへ、ねうん、行ったわけですね。まあなんか切ない結婚生活の始まり方でしたね。そうですねでも、佳子さまに関してもね、眞子さんはごは、ご夫妻の、眞子さんへの対応とか見ていて、反発して、うん、でまあその別居って感じでね、なりましたからね、そうですね。まあこの別居に関してもね認めちゃって、ね、合格者に一人暮らしを許可したことに関しても炎上の人ですけどね一家の中で、本当、かなり距離が生まれてる感じがしますもんね、今。 こういったことに関しては宮、ね、内庁とか政府に関しても責任が、ね、あるんですけどねあ、まあ、ほんまに宮内庁とか政府がもっと積極的に介入してたら少しは違いたらお父さんが生まれたときから天皇になる可能性があったわけだから真剣に、ねうん、まあなることを考えた上で国民の象徴になるように。 愛子様のようにね、国民の前に定期的に姿を出したりとかすべきだったわけですね。あ,あ、本当ですよね。確かに愛子様の方が国民に寄り添ってる感じがしますし。まあ、なんか月曜日からよ、八日とかね。はいはい。バラエティ番組を好きで見てるとか、なんか親近感というか、まあ、近い感じがしますもんね。そうですね。うん。青さんに関してはね、まあ、自分でこの兄と5歳しか違わないし、まあ、即位拒否のね。発言とかもしてますけども。うんまあ、伊佐様に関してもね。まあ、全然、まあ、見えてこないということで。ね。最近はね、エクスのトレンドかにも。 まあこの久話題とかもありますけども、はい、東京大学の推薦入試で入学されることの反対のね署名運動に関してのことがね、結構まあトレンドになってるわけですねあんこんな反対署名運動っていうことがもう、史上初なんじゃないですか、<laughs> 東大に入,入るなみたいな <laughs> まあね、いろいろとねありますけどね、ああります <laughs>、うん、ます、あ、この今はね、もう9000人以上かな集まってて、おそらくね、まあ、この斜さ様本人に関しても、まあ、目にしてると思いますけどね。うーん まあ署名がねそんな9,000人以上とかそんなに多くの人が反対してるって久もまあショックではあるではるしょうねそうですねねそ、うん、おそらくま筑布の,の生徒に関してもね同級生とか誰かね見てるでしょうけどね。そらあねまあこの高校入学の時に関しても仮策作文が評価されて、うん、で結構進学制度で入学をね来たはずですけどもまあ盗作作文が発覚して。 まあ、それでも強引に、ね、入学したわけですね、うんまあ、とにかくこのゴリゴリドリブルで強引に行くのは秋篠宮けっぽいですけど問題視されるのはまあ当然ですけどねこんなまあそうですね、まあ、その時にまあその多くの疑問をね、まあ、疑惑とかを抱いてたわけだから、はい、まあ東大のね、まあ、推薦とかで入学の、まあ、疑惑がね生まれている時点で、まあ、この問題ですけどねいやそれはそうそうねまあ久様自身もちょっとこういうの知ってたらもうプレッシャーでしょうけどねまあそうですね、うん。まあ親がね押し付けるんじゃなくて今からでもね宮内庁とか政府とかが マクの問題ととかかをしししっかりと、ねまあ、対応してほいですけどねそうですね多くの国民が、ね、愛子さんも望んでいるわけだから、まあ、正面からね向き合ってほしいですけどねうんもう少し国民の、ね、愛子さんを望む声に耳を傾けてほしいですねそうですねまあこれがね岸田首が出馬しないことが分かったのでお<ー>新しい首相にはね期待したいですけどもどうなりますかねまあね皇位継承の問題がどう解決されるのかちょっと本当に注目ですねそうですね、まあ、今後ねどうなっていくのが良かったらねぜひコメントください あとチャンネル登録の方もお願いしますよろしくお願いします